土がもう最高の土やと、うん、桜植えるには、うん、で面積がね3万坪あるから申し分ないと、真ん前に九十連山が見える、うん、あのロケーションはもう申し分ないということがこの土地に決めた、それが大きな要因だったですね。6種類を次々に咲くように植えた、うん、このやり方をした桜の公園というのは私が日本で初めてかもしれません。まあ一年中皆さんが楽しめる花の公園にしたいというのが夢ですね。